もうアンプ、ギター、ブルースドラムみたいな音作りの一部にもがっちりなってしまってるので手放せないです。全く同じです全ての作品に使う25年間四半世紀ペダルで四半世紀ってすごくないですか。普通に考えてこんなにも長く音楽シーンの中に生き残ってるなんて驚嘆すべきことだと思います。そのハムでもないシングルでもないちょうど中間ぐらいっていうんですかね、うん、のピックアップっていうのがなんかすごいしっくりくるというかなんかあのと尖ってるでもなくそのなんていうんですかねはっきりしてないとでもなくなんか温かい音というか温かいけど太くて繊細な音みたいなそういうイメージ。ブルースドラが25周年なんですけど僕たちのバンドの昨年30周年結成30周年迎えさせていただいてやっぱり思ったのはその30年前っていうのはギターサウンドっていうのは、まあ、申し訳ないですけどその時代エンジニアが作るもんだったんですね。ギタリストの個性や意識があんまり反映されない中で日本の中でそういうギター弾きの意思が CD にライブにガンガン前面に押し出したっていうのはやっぱりブッチャーズナンバーガールにものすごいそれを感じるんですね。時代が変わったとそのエンジニアの意識を超えてそのギターの存在感を打ち出したっていうのはこの2つのバンドに日本のロックギターシーンに気づいた功績はとても大きいと思いますね。ギターがかっこいいんだってキッズに思わせた2つのバンドだと思ってます。なのでこの先も貫いてほしいですあの私会社員やってた頃会社の寮に住んでたんですけど、はいはい、同じ部屋の友達がすごくピローズが好きで、うん、その頃、はいはい、リトルバスターズを鬼リピートしてたんですよずっと友達がでその頃すごいなんか聞いててなんて言うんですかね緊張して聞くとか、うん、そのじゃなくなんかこうすごい生活の中でスーッと入ってくる音だなってその時すごい思ってました。ありがとうございます。なんかもうすごい印象深いアルバムであれその頃を思い出すというリトルバスターズいや多分ブルースドラグモンスターって曲がありますね。本当に全てこの人からこの方から派生した僕の中での、うん、何かきっかけにブルースドライバーという検索でもかけるとその曲が出てきたらそれはそれで面白いことだなと思います。そうですね、バンドにもよるんですけど結構あの大きい音を出す、まあ、ナンバーガールだとそのアンプの直のドグリーンの音を作ってでそれが一番でかい音で設定してでブルースドライバーでちょっと、歪みを足しつつあの相当上げないと歪まないんであの歪みを足しつつ音量をちょっと下げてでその後のあのなんていうんですかソロの時踏むとか、でっかくなる音をでっかく出させるみたいな感じで使っているんですけど、あのそうですね。あのクリーンの音はこの感じなんですよ。これを踏むと、まあクランチというかそういう。こう歪みが足されて何て言うんですかね中域低域のバランスがこうキュッと締まる感じにしてます。ライブハウスとかによってそのアンプを持ち込まない時ももう大体絶対これをブルースドライバー持っていってでアンプをクリーンに作ってでこれを踏むっていうのがもう基本の音っ
ていうふうにもう一番先頭につなぐっていうのがもう二十何年ずっとそうです。これを買ってからはもうそれで音作りをすると割とどのアンプを使ってもあの音がすごい作りやすいんですね。アンプの歪みを上げちゃうともうそれ以上上がらなくなっちゃうことがあるんでクリーンで作っといてっていうのがもう基本です自分は。はい、そうですね、僕はアンプの中でループ的にクランチを担当する専門専用のペダルとしてこのブルースドライバーを使ってますね。やっぱりクランチって強く弾けば弱く弾く、こうクリーンからハードにもドライブにも行き来できる感じで一番自分のニュアンスが出しやすい音でもありますし、なのでそのクランチドライブその中間のあたりの自分が出したい音の専用としてループの中で使ってますね。似てます。似てますね。かなり似てますね。その使うアンプによってそのクリーン作った時にそのなんていうんですかね、これである程度歪ませた後にどのぐらい余力がありすぎるときはレベルを上げてアンプを下げるしみたいな、なんかそういう感じでここのレベルとアンプの音量っていうのをこう最大を最初に作ってバランスを取るみたいな感じですね自分は。はい、まあとてもアプローチが似てるなと思うんですけど原因は12時以前にして、でトーンは12時より若干また抑えめで、で最近もう使って私もほぼ25年近くになるんですけど、最近ちょっと気づいたのはこのレベル上げ目にするといい感触がするっていうのを最近ちょっと分かってきました。前はもうちょっと下がってたんですけど、でやっぱりクリーンとの踏んだ時との普通やっぱり差をみんな意識してこのレベルを調整するとは思うんですけど、僕の場合そのループでクランチ専用のモードにしてますんで若干このレベルを上げ目にした方が音が際立って、あ、新しいブルースドライバーの音を発見したような気がしました。ライブではもうほとんど設定をいじることはないんですけど、レコーディングにおいてはゲインゼロモードをたまに使いますね。本当に歪みじゃなくて音のエッジを際立たせるのみみたいな感じのセッティングにしてレベル上げ目にしてゲインはゼロっていうやつを。ゲインゼロをレコーディングではたまに使います。線が綺麗にシュッて出ますね。あのパソコンに向かってギターの音取るときにめっちゃ使えそうって今すごいびっくりしました。はい、あの真鍋さん出してらっしゃる音とか聞いてもやっぱそんなにあのカリカリにして使うイメージではないんですね自分の中では。だからなんかあのセッティング見て今日もちょっと似てるんで嬉しかったんですけどやっぱトーンは12時以上はあんま上げたことないですね。はい、しっかりとした目的を持ってこのペダルを使うことが僕はやっぱりベストだと思いますし、アンプをプッシュしてギターの音を生き生きさせたいのか、もしくはそのさっき僕が言ってたようなクランチを作ってドライブからクリーンに行ったり来たりするのか、そういう目的を持ってやるとこの
プルスドライバーっていうペダルが生きてきますし、逆に言うとそのすごいパワーコード的なバッキングですとかリードロングリードトーンみたいな感じを目的とするんであればまたそれは違うペダルに任せて、本当にギター本来のバッキングですとかもしくはクリーンなもしくはクランチなリードトーン、これはこのペダルで十分賄えると思いますので、目的を持ってでその中で自分が出したい音の中でこのペダルを選んでくれればいいなと思います。自分はもう本当にこのギター買ってアンプ買ってブルースドライバー買ってて全部がほぼ同時だったんで、そのなんていうんですか、なきゃいけないものとしてもう最初からもうがっちりその3つが一緒になってて、こうやってバンドをやってギタリストとして作った自分のスタイル、そのスタイルを表現する上でもう欠かせないペダルですね。ギターってやっぱりレンジも広いし、そのタッチの仕方で微妙なニュアンスがどんどん出せる楽器なので、その中で強く弾くと歪んで弱く弾くとクリーンになるという、そういうニュアンスは本当の歪み専門のペダルとはちょっと違って、レンジも変わらないですし、そういう自分のスタイルを表現する上では本当に必要なペダルだったと思います。で、手放せないとは言うんですけど、僕ねすぐね人にペダル上げちゃって、これ何代目か分かんないんですよね日本全国どこでも会えますし、とても気軽に入手できるのに、こんなに信頼できる友達はいない感じの付き合い方を25年間させていただきました。光栄です。自分が弾くとなんか聞いてたよりパキッてして聞こえる、しかもめちゃくちゃ気持ちいい弾く全然違う、原稿の感じに似てません、はい、似てます、ね、目指してるとこ見たもん